知的財産権著作権デュシャン作、泉は、既製品の小便器に署名しただけの作品。このようなコンセプチュアルアートは、アイディアとみなされ、著作権保護が発生しない場合がある。アイディア、表現に紛論とは、知的財産権の一種である著作権によって何を保護するか、その対象範囲を定める、法律上の原理原則である。思想。 概念や事実発見などを含むアイデアそのものは保護の対象外とした上で、そのアイデアを何らかの形で創作的に表現した著作物のみを著作権法で保護する。この法理に基づき、アイデアとみなされて著作権法で保護されない例には、平均株価を示す単純、データ、スポーツのルール、新薬の製法、一般的な単語だけを含むお笑い芸人の一発ギャグ、 などが挙げられる。ただしこれらの一部は、要件を満たせば、特許権や、商標権、移章権といった、産業財産権、内し不正競争防止など、別の法律制度で保護されることもある。アイディア、表現に分論の根底には、多様な表現の創出によって、社会全体を活性化させようとの価値観、すなわち、アイディア自由の原則が存在する。 著作権には著作者に独占を許す性質があることから著作権法によって表現の大元となるアイデアにまで過度な独占が及んで社会発展が妨げられないよう著作権の範囲を制限する狙いがアイディア、表現に分論にあるアイディア、表現に分論の概念はすでに19世紀には成立しており著作権の各種基本条約でも規定されて 国際的に認められているものの、時代によって、そして判例によって幾度もなく、原則が歪められてきた。特に、学の汗の放理はアイディア、表現に紛論と相反する概念でありながら、一部の司法判断で、長らく支持された過去がある。また、時として、アイディアと表現が融合して分離が困難なケースがある。その際には、アイディア、 表現二分論から派生したマージ理論やありふれた情景の理論が適用されることがある。アイディア、表現二分論やその関連書理論を実際に活用するにあたり、普遍的で機械的に判断し得る基準の確立は困難であり、ケースバイケースでアイディアと表現を慎重に切り分ける必要がある。本校では、後に強い批判を受けた判例も含め、 各国の判例事情を概観しながら処理論を解説していく。著作権法で保護される範囲に関し、以下の原理原則が伝統的に認められている。思想や感情の表現のみを保護、創作性を有した著作物のみを保護よって、著作物のジャンル、表現形式、価値、用途は、不問アイディア、表現に分論はもう一つの原理である。 創作性と不可分の関係にあり、起点は単なるアイディアであっても、個人の思想、感情をもって表現すれば、それはおのずと創作性を満たして著作権法の保護に値するとも考えられている。極端な例を挙げれば、たとえ幼児が描いた平凡な似顔絵であっても、本人の感性が表現されていれば著作物として認められ、著作権法で保護される。 その表現や創作性に高い芸術性や斬新さといった価値は要求されない。ここでのアイディアという法的な言葉は一般的な意味とは少々異なることに注意が必要である。例えば、アイディア、表現に紛論が適用される根拠の一つに著作権の保護が著作者に与える独占的な支配の特性がある。つまり、アイデアのような抽象的なものまで、 特定の人物あるいは法人に独占させると、第三者の表現活動を阻害することになり得るためで、ある。アイデアは、表現に先立ち、表現を生み出すもとである。そのため、アイデアを万人が、利用可能な状態に置くことが、多様な表現の創出が、社会全体で活性化することにつながる。これを、アイデア自由の原則とも呼ぶ。 では著作権と同じ知的財産権の一種である特許権や商標権はどうであろうか特許権や商標権がアイデアそれ自体を法的に保護しているにもかかわらず著作権による保護では強力すぎるとみなされるのはなぜかその違いは手続き審査の厳格さにある世界の多くの国々の著作権法では著作物が創作された時点で 自動的に著作権が発生する無方式主義を採用している。一方、特許や商標などの産業財産権は、権利者の独占が著作権より強い分、政府当局に申請して許可されなければ、その権利が認められない、方式主義である。仮に、アイデアと表現を明確に切り分けず、容易に権利が認められる著作権を傘にして、 アイディアそのものまで広く独占保護を求めるものが出てくると、アイディア自由の原則がないがしろにされたり、特許などの手続き、審査の抜け道として著作権保護が悪用される恐れがある。したがって、アイディア、表現に紛論には著作権で保護される範囲を制限するという側面がある。裏を返せば、特定の具体的表現を独占させたとしても、 通常は一つのアイディアから無数の具体的表現が可能なので、著作権法が表現活動を不当に妨げることにはならないと考えられる。さらに、アイディアは抽象的なアイディアと具体的なアイディアに分類され、特許権や商標権であっても全社を独占することはできない。例えば科学の基礎知識は抽象的なアイディアであり、独占は許されない。しかし、 この万人が共有する基礎知識に基づいて科学者が新薬を開発すれば、それは具体的なアイデアであり、特許申請手続きの後に開発者に特許が認められる。この結果、特許保有者以外は一定の期間、その新薬を製造、販売できなくなる。さらにその新薬に関する科学論文や、新薬を飲んだ患者の体験本は、アイデアの表現であることから、 その執筆者には著作権が認められる。このようにアイディアと表現は階層化している。アイディア、表現に紛論と相反するのが学の汗の法理である。額の汗の法理に基づくと、額に汗したその労力の賜物を保護するのが著作権法の目的であると考えられ、たとえそこに個人の資材やスキルが欠如し、創作性の要件が満たされていなくとも、 著作者は、利益保護されるべきだとの結論に達する。実際の判例を具体例として挙げると、電話帳の作成には、多数の電話番号を収集する労力を要する。額の汗の放理を取れば、この電話帳は著作権保護されるため、第三者が複製して、再出版すれば著作権侵害にあたる。しかしアイディア、表現に分論に立脚すれば、電話番号は、 単なるデータであり、番号の並べ方も、表現の工夫は限られていることから、いくらコピーしようが、著作権で保護されない。額の汗の放理は、英国においては1900年の、ウォルター・タイレーン裁判が、書質とされている。そして、アイディア、表現に紛論や創作性の要件を否定する、傾向は、同じく英米法系のカナダ、オーストラリアやインドにまで波及した。 米国においても、常日の電話帳をめぐる1991年最高裁判決で、額の汗の法律が否定され、アイディア、表現に紛論が再指示されるまでの間、実に、約90年も額の汗の法律が用いられ、著作権法上の混乱をもたらしたと言われている。アイディアと表現を切り分けるのが理想である。しかし、ある表現を使用しなければ、 その大元にあるアイディアも使用できないほどに結合が強い場合、アイディア自由の原則と表現の保護という二つの考え方は両立できなくなる。この際、アイディア自由の原則を優先し、著作権による保護は制限されるという考え方がマージ理論である。マージ理論が問われたリーディングケースとしては、公実する1879年の アメリカ合衆国最高裁判決、ベーカー対セルデン裁判や、1971年の第9巡回区公訴裁判決、ハーバート・ローゼンタール・ジュエリー対カルパキアン裁判などが知られている。マージ理論を発展させたものとして、ありふれた情景の理論がある。マージ理論は、アイディアと表現が1対1で結合しているのに対し、ありふれた情景の理論は1対 n であり、 かつ N の中でもお決まりの表現が一つに定まるケースである。このような場合、お決まり、つまり平凡な表現は著作権保護されないという考え方である。ありふれた情景の理論に関するリーディングケースとしては、口述する1988年のアメリカ合衆国第9巡回区公訴裁判決データイースト対エピックス裁判がある。本件は、 空手対戦ゲームの雰囲気や設定が似ているとして、日本と米国のゲーム会社間で争ったケースである。ここで注意すべきは、単に平凡な表現だからといって、それだけを理由に法的に保護されないわけではないことで、ある。アイデア自由の原則がまず優先的にあり、表現の保護によって、大元となるアイデアまで利用を制限されては、ならないからこそ、 マージ理論もありふれた情景の理論も導き出されている。なお、ありふれた情景の理論は文学や映像などの芸術性や物語性を主に対象とし、マージ理論はコンピュータプログラムなどの実用的な著作物を対象として使い分けるべきとの主張もあるが、両者は密接に関係し、法廷ではマージ理論のこともありふれた情景の理論と呼ばれることが多い。 上述の処理論が国際条約や各国の著作権法条文としてどのように表記され実際の司法判断がなされているかを見ていく。TRIPS 協定第9条第2項コピーライトプロテクションシャルエクステンドツーエクスプレッションズアンドノットツーアイデアズプロシージャーズ メソッツオブオペレーションをアマスマティカルコンセプツアズサッチ。著作権の保護は表現されたものに及ぶものとし、思想、手続き、運用方法または数学的概念自体には及んではならない。ワイポ著作権条約第2条著作権の保護の範囲コピーライトプロテクションエクステンズツー、エクスプレッションズノットツーアイデアズプロシージャーズ メソッド・オブ・オペレーション・オア・マスマティカル・コンセプツアズ・サッチ。著作権の保護は表現されたものに及ぶものとし、思想、手続き、運用方法または数学的概念自体に及ぶものではない。著作権に関する主な国際条約には、基本条約たるベルヌ条約、世界貿易機関加盟国に適用される TRIPS 協定及びベルヌ条約を発展させた。 ワイポ著作権条約がある。このうち、ベルヌ条約の第二条には、言及がないものの、TRIPS 協定と、ワイポ著作権条約の条文内には、アイディア、表現に分論に関する規定が、ほぼ同一の文章表現で盛り込まれている。2020年6月現在、TRIPS 協定には164カ国、ワイポ著作権条約には107カ国が加盟しており、 アイディア、表現二分論は国際的にも広く受け入れられている原則と言える。口述する各国の判例を外観すると、アイディア、表現二分論は大きく以下のいずれかの文脈で争点となる。前者の著作、ものに関する争点であるが、アイディアと表現の線引きは実際には簡単ではない。ある著作物の著作権侵害が問題となったとき、 アイディアの表現が複製されたのか、それともアイディアのみが複製されたに過ぎないのか、といったことが議論になる。抽象的アイディアと具体的表現の間には、表現の抽象度の工程に応じて様々な段階があると考えられる。アイディアと表現を線引きできる一般的基準を確立することは困難である。実情としては、それぞれの事案ごとに、 その創作物におけるアイディアと表現とは何かを個別に検討しなければならない。また、各国の著作権法では著作物と認めて保護される種類を条文上に列記しているが、一部はたとえ表現性、創作性があっても、以下の通り著作権保護を拒否する場合がある。米国著作権法におけるアイディア、表現に分論の解説例。アイディア、表現に紛論は、 合衆国法典第17編に収録された、米国連邦著作権法の第102条項で明文化されている。登場文ではアイデアに並んで、手続き、過程、方式、操作方法、概念、原理、発見について著作権による保護を否定している。米国において、アイデア、表現に紛論は、公共性の肯定によって整理されている。米国では、 産業政策理論と呼ばれる考え方が著作権法の基盤となっており、これが公共性の概念とリンクする。産業政策理論とは、ものの発明者や創作者に対し、政府が法律によって独占的な権利を無制限に与えたり、私的な恩恵を与えるのではなく、発明者や創作者を一定の期間に限って、同期づけ、 期限が切れた後はその天才たちの成果物を社会が利用できるようにすることで公共の利益を達成しようという発想である。さらにその背景には競争の自由を阻害する市場の独占は悪であり、これに対する警戒心が強いという思想がある。欧州連合では加盟各国の著作権法の保護水準を揃える目的から著作権に関する 数々の EU 指令が出されている。EU 指令が出されてから一定期間以内に国内著作権法を必要に応じて改正するなどの国内放課義務を EU 加盟国は負っている。なお、著作権関連の EU 指令の一種であるコンピュータプログラムの法的保護に関する指令の第1.2条ではコンピュータプログラムの何らかの要素の基礎となる思想。 および原理を著作権から明示的に除外している。著作権先進国とも評されるフランスは、フランス革命期の1791年および1793年に近代的な著作権法を成立させ、文化、芸術の発信地として他国の著作権法に多大なる影響を与えながら、以降多くの判例を積み重ねてきた。フランスにおいて、アイディア、 表現に紛論の適用が困難となりやすい領域として本案、インタビュー、学術著作物、広告などが挙げられる。例えば学術的な発見を記した論文の場合、通常はその表現性よりも発見そのものに価値があるためである。また広告であれば、そのアイディアのみを提供したものが完成した広告作品の共同著作者として、 権利を主張したケースなどが複数存在する。判例全体の傾向として、このような主張はアイディア、表現に紛論の観点から否定されているものの、一部には肯定する判決も下されている。アイディアとみなされた創作物の一部は、不正競争法、特許法、衣装法、商標法のいずれかで保護されることがある。不正競争法については、 自身のアイディアを他者が使用しただけでは、不正競争防止訴訟を起こすことはできない原則があるものの、以下に合致する場合は不正競争防止が認められる。特に広告のアイディア使用においては、多くのケースで不正競争法による保護が認められ、民事訴訟によって損害賠償請求の対象となる。その際、アイデアが芸術的な価値なのか、工業的。 商業的な価値なのかは問われない。したがって、いわゆる、ノウハウの保護の延長線上で、アイデアも不正競争法で保護されうる。以下、アイデア、表現に紛論に関連する、リーディングケースを紹介する。イギリスは1710年、世界初の近代的な著作権法である暗法を成立させた国であり、フランス同様に、世界各国に多大な影響を与えてきた。 その後、イギリス国内では、大幅な改正が幾度も行われており、アイディア、表現に紛論に関連する、法改正は1911年に起こっている。直近の全面開廃は、1988年著作権、遺書及び特許法であり、1949年登録遺書法、などもセディパに包含されることとなった。 1989年以降もこのセディパをベースに追加改正が頻繁に起こっている。また、EU 著作権指令を履行するにあたり、セディパではなく行政委任立法の一種である規則を用いて柔軟に改正対応している。アイディア、表現理不能に関連する一例を取り上げると、1991年の EU コンピュータプログラムの法定保護に関する指令を受け、 イギリスでは、1992年著作権規則、Regulations 1992-1993年1月1日施行を発して、コンピュータープログラムを言語著作物の一種として追加し、法的保護の対象とした。何に著作物性を認めるかについては、イギリス著作権法は、創作性を有していること、そして、技能とロークを用いていることを要件に挙げている。 前者の創作性については、他国と同様の要件であり、戦術の通り平凡で新規性のない作品であっても、個人の思想、感情が反映されていれば、それは創作性があると認められる。英語の名詞オリジナリティに派生する動詞のオリギナテには、生まれるの意味があり、つまり著作者個人の中から生まれていて、それは他者からコピーしたものではないとの用語解釈がなされている。 これは著作権が英語ではコピーライト、つまり著作物を第三者に無断でコピーされない権利だと文字通り定義されていることからも伺える。他者からコピーせず、自ら生み出しているかが創作性有無の判断基準となる。一方、後者の技能とロークについては他国とイギリスで様相がやや異なる。イギリスの判例では住民名簿、株式取引の価格表、 数表といったデータが著作権保護の対象であると認めている。これはデータベース、つまり個々のデータを技能とロークを用いて選択、配列させた集合著作物であるとイギリス司法ではみなされているためである。EU 著作権指令ではデータベース権は著作者本人の権利でも著作隣接権者の権利でもなく第3の水ジェネリス権として認められている。 これに対してイギリスは EU 指令が出される以前からデータベースはスイジェネリス権ではなく著作者本人の権利とみなされてきた権威の違いがある。なお、ありふれた情景の理論が想定するシチュエーションにおいてイギリス及びほとんどのコモンウェルス諸国では表現であっても保護されないか保護されるのは文字通りの丸写しのみと非常に限定されている。以下、イギリスの判例を紹介する。 イギリス植民地時代を経て、英米法の流れを汲むインドであるが、アイディア、表現に紛論の概念については、インド著作権法の条文上で明文化されておらず、また司法判断でも、同法理に関連する判例数が少ないことから、曖昧さを残している。日本国著作権法第一条この法律は、著作物並びに、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、 著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。第二条第一項著作物思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを言う。アイディアを万人が共有することを意図するアイディア、表現に紛論は日本国著作権法が目的とする文化の発展と適合する。 日本において、マージ理論は、アイディア、表現に分論からの帰結ではなく、もう一つの著作物要件である創作性を根拠において理解することもある。すなわち、あるアイディアを表現する場合に同一、または類似の表現とならざる得ないのならば、そこに、著者の創作性が発揮される余地はなく、創作性が欠如していることから著作物ではないとする。しかし、いずれにせよ、 マージ理論を創作性の延長上で捉える考え方でも、米国著作権法に由来する元来の考え方でも、実際の著作権保護の範囲に大差はないと言える。上述の通り、EU ではわずか11単語であっても、著作物性を認めたインフォーパック判決があるが、これに対して日本では単文であれば、著作物性を否定する見解がある。 川端康成の長編小説、雪国を例にとると、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったとの冒頭文が知られているが、このようなフレーズは、日本の著作権法上ではアイデアに該当し、この短文だけでは著作権保護されないと解されている。これは、トンネルを抜けると、雪国の景色が広がっているという小説の設定は、アイデアでしかなく、このアイデアに乗っ取れば、 誰でも思いつき得る表現であるため、特定の著者に独占が許されないからである。しかし小説から3から4分程度をまとまって、転載すれば、それは著作者固有の表現としてまとまった意味を持っていることから、著作権侵害となり得る。日本の判例において、アイディア、表現に分論やマージ理論が、反死に現れたものには、以下のようなものがある。 欧州のグーテンベルクによる印刷技術に数百年も先がけて、中国では印刷技術が発明、発展してきたものの、著作権を意味する用語は20世紀初頭まで中国の法制史には登場していない。その後、欧米諸国に習って、中国でも著作権を含む知的財産権の法整備は進んでいるものの中国の成分化された。 著作権法上では直接的にアイディア、表現に紛論が明文化されていない。これは欧米をはじめとする先進国では憲法上で表現の自由が保障され、その結果としてアイディアの独占に政権がかかっているが、中国はそもそも憲法上の表現の自由用語が不十分であることからアイディア、表現に紛論の適用にあたっては、 先進国以上に複雑な事情を抱えているためである。また、欧米のアイディア、表現に紛論を英語から中国語に翻訳するに際し、アイデアや表現の意味するところを的確に言い表す中国語の概念が存在しなかったことから、中国における同法理の定着、普及を阻害したとも考えられている。このような背景もあり、二十世紀後半から十一世紀初頭に、 かけて、法学者や立法府の間で、アイディア、表現に分論の位置づけをめぐる論争が起こっている。しかしながら、実際の司法判断の局面においては、一定の制約を設けつつも、アイディア、表現に分論が適用される判例が1980年代頃から見受けられ、2008年には、中国の方学において、アイディア、表現に分論は、ホットトピックの一つである。 とも言われている。直接明記はされていないものの中国においてアイディア、表現に分論の方言として参照されている文書がいくつか存在する。まず著作権法本体の第5条では著作権保護されない創作物を列挙している。また著作権法本体ではないもののその解放である規則の一つである1991年の コンピュータソフトウェア保護規則ではソフトウェアに限って著作権保護を明記している。他にも著作権法実施規則ではその第5条において複製権、本案権について言及されており、ここからアイディア、表現に紛論が演繹的に導かれている。ありがとうございます。